この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん、かわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああな、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか、そういうふうにも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。あ、キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ。南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。のう、あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎に何の用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう、気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの、こんなかわいいお客さん初めてだから。普段来るのはろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。おう、東京も、名前は？キリュウだ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって？何見とるんじゃ、踊れ。酔って仇に喧嘩うんのか。大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のままと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか？いいんだ、少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったろ。ぶち殺したろ。
この辺りでいいじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊れが悪いんじゃ。死ねじゃと、このわしが、気が済んだか。踊りゃ何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ素人にだってやられる。待てや、こら。わしは広瀬一家の頭じゃ。今度会ったらただじゃすまんど。さっさと東京にいねえ。ああ、お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ何か飲まれます？
この人がハルト君のお母さん？ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、キリュウさんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥かって名前聞いたことないか？うん、あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かしてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それより桐生さん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だと、もう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった、ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。ん？あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野くん、水軍アパートなんだけど、少しの間うちのお客さん泊めてもらっていいかな？